こんにちは、タケチャンネル。電車来ちゃった、こんにちは、タケチャンネルです。今回はですね、青島のトヨタ 2000GT の続きをやっていこうと思います。で、一応今回で、完成させる予定なので、早速作業の方やっていこうと思います。で、まあ、今回やっていくのは、このホイールですね。このホイールの塗装をやっていこうと思います。ただ、このホイールね、これメッキなんですよね。メッキなんですけど、実車はね、こんなにギラギラしてないんですよね。っていうのも、実車はこれマグネシウムホイールなので、こんなキラキラじゃないんですよ。アルミみたいに磨いて、バフが消してっていうのができないんですよね、マグネシウムって。水分に弱いんで、酸化してしまう。水分に弱いからこう劣化してしまうんですよね。なので必ず塗装が必要になる素材なので、こんなキラキラしてないんですよ。で、まあ塗装するんですけど、まあその時にこのメッキが邪魔になるっていうので、まあツイッターとかで作ってる人の動画とかを見ると結構メッキを剥がしてるっていう方が多いんですけども、まあ、メッキ剥がすのもまあ手間になるっていうのと、あとまあメッキ剥がし持てないって方も多いと思うんで、もう今回はねこのまんま塗っていくっていう方法でやろうと思います。はい。で、このまま塗っていくんですけど、このまんま塗ったらメッキの上に塗装なんで、前回のライトの話でも言ったように結構簡単に塗装が剥げちゃうんですよね。なので、ここにまずは、このプライマーっていうのを拭いてやっていこうと思います。まあプライマーも持ってない人いっぱいいるよって話なんですけど、まあこの先カーモデルやる上でプライマーはね結構使う機会あるんで、まあちょっとこれを機にね、プライマー用意してもらってもいいんじゃないかなと思います。はい。これはね、フィニッシャーズっていうメーカーの、マルチプライマーになります。僕のおすすめはこれなんで、これを使ってやっていきます。はい、やっていきましょう。で、まあ、フィニッシャーズに限らずなんですけど、大体プライマー、ガイアとかいろんなところから出てるんですけど、大体の場合、プライマーは、もうそのまま瓶から直接っていうのが多いですね。まあ、希釈とかいう考え方はなくて、もうそのまんま入れて拭いていくっていうものが多いので、今回もね、そのまんま拭いていきましょう。で、まあこれホイール、まあ、ちょっと1個間違えて外しちゃったんですけど、もうこのホイールも、あとこのセンターキャップはデカール貼るんですよ。デカール貼る時もなるべくプライマー振った方がいいので、もうこのまんま、拭いていきます。で、まあ裏側とかはね塗る必要ないんで別にいいと思います。なんでこの表側だけプライマーを拭いてあげて塗装の準備をしてあげる。で、プライマー透明なんでね、どんだけ濡れてるかよくわかんないんですけど、透明なんでね、ちゃんと乗ってればそれで OK です。はい。それでムラになったりっていうことはないと思いますので、ちゃんと全体にね乗ってれば OK。 逆に濡れてない部分があると、そこの部分だけ塗装が剥げたりっていうことがあるんで、そこは今日やりましょう。そしたらこれで、しっかりと乾燥させてあげます。で、この後マスキングをするんで、必ずしっかり乾燥させてあげるっていうのが大事ですね。で、フィニッシャーじゃなくてガイアノーツとかのマルチプライマーだと乾燥した後ちょっとベタベタするんですよね。あれがマスキングするときにちょっと使いにくい、食いつきはいいんですけど、マスキングするときにちょっとやりにくいっていうのがあるので、そういうのもあって僕は、フィニッシャーズのやつの方が、おすすめかなと思います。フィニッシャーズのはね固ま、乾燥したら表面サラサラになるんで、この方がいいかなと思います。
それではこれで画面を閉じていきます。そしたらプライマーが乾いたんで、マスキングして塗り分けをやっていこうと思うんですけども、マスキングするのはこの真ん中のハブの部分、あとこのリムの部分ですね。リムの部分が塗り分けになってるみたいです。はい、これね、僕も説明書は一応そういう説明になってるんですね。で、実際どうなのかなと思って写真を調べたんですけど、なんかいろんな仕様が出てくるんですよ。なんでどれが正解なんかよくわかんないっていうのが正直なところだったりするので、まあ一応説明書通りにやっとこうかなと思います。はい、ものによってはね、もう全部ガーメタみたいな色になってるっていう場合もあるし、このハブの部分が黒になってるやつもあったりとかするんですよね。だからそれがなんでそう違うのかとか、その辺がねちょっと僕は分かんないので、もうここはもう説明書通りというか、まあ僕の中のイメージ通りな感じでいこうかなと思います。はい、でまあここをマスキングしてあげるんですけど、こういうところマスキングするときはね、これがあると非常に便利です。これサークルカッターっていう、こうコンパスみたいになってて、コンパスの、鉛筆の部分がカッターの刃になってるやつなんですけど、これでねくるってやってあげると円形にマスキングテープを切り出せるんで、これあると非常に便利です。1000円ぐらい、1000円しなかったぐらいじゃないかな。普通に模型屋さんとかで売ってると思うんで、まあ、カーモデル結構ね丸いマスキングすることちょいちょい出てくるんで、まああるといいんじゃないかなと思います。ただまあ僕の場合はまあめんどくさいからっていうのもあって、文明の力に頼りましたんで、もうカット済みになっておりますスキャンカット使って切りました。スキャンカット使うとね、こんなんもねめっちゃ楽なんですよ。ここの大きさ測って、塗り分ける部分の大きさ測って、でパタパタっと、イラストレーターでね、丸書いて、その大きさの丸書いて、でスキャンカットでカットってすればもうそれでこうやって切れるんで、この円周の部分とかもこういうねドーナツ状の輪っか状のねマスキングとかも簡単に切れるんで、スキャンカットはマジあると便利なんですが、マジ便利なんですが10万ぐらいするんでね、ぜひ買いましょうとはよう言えんっていう道具ではございます。まあもしうちの店に来られる方の場合であれば全然使っていただけるので、まあ、こういうのしたいっていう場合は言っていただければできますんで、まあこんぐらいのデータ作るぐらいだったら別にタダでやりますんでね、来てもらってこのサイズでって言ってもらえたらこれカットしますんで、よかったら検討してください。まあこんな感じでねマスキングしてあげたらここ塗っていきます。はい、そしたらねまあ色何色がいいのかっていうのもあるんですけど、今回は、クレオスのグラファイトブラックを塗ってみました。写真見る感じこんな感じの色やったんですよね。で塗ってみました。説明書だと H18 だから、説明書の指示だと、黒鉄色で塗装っていう感じになってるんで、まあこういう系の色いいんじゃないかなと思います。でマスキングを剥がすと、まだね塗ったばっかりなんでね慎重にやりますけど、マスキングを剥がすとこういう感じ、この真ん中のハブの部分とこのリムの部分が、元のメッキが残ると。でこのディスクの部分だけ、色がつくっていう感じになります。で、これをこのまま乾燥させていって、もう一手間だけやろうと思うので、ちょっと乾燥させていきます。はい、でホイールに、艶消し、セミグロスクリアプレミアムですね、ガイアの、を拭いてきてこんな感じになります。まあ、このメッキの上にね、艶消しを拭いてるんで、
まあ結構キラッと感は残るんだけど、こうちょっとマットな感じになるっていう感じになります。こんな感じ。これはねなかなかこの感じは塗装で出せないんでね、これはこれで結構かっこいいんじゃないかなと思います。まあこれが実写通りかって言われると知らんっすわかんないですけど、まあこれはこれでかっこいいかなと思うんで、まあ、このキットのねいいところはいいところとして活用するということで、こんな風にしてみました。そしたらあと真ん中に、このセンターキャップというか、まあこれ、まあ、センターキャップか、センターキャップをセットしてあげて、でタイヤをくっつけてあげます。でタイヤはねこの真ん中にゲートがねドーンとあったんで切り落としたんですけど、ちゃんとこのゲートをね処理しとかない、ゲート跡を処理しとかないとねタイヤが変な形になっちゃいますんで気をつけましょう。でこれをセットで、多分ねこれねゴムじゃなくて軟質プラみたいな素材なんじゃないかなと思うんですけどね、なんか最近増えてきてるんですよね、ゴムじゃなくてこういう軟質プラでタイヤを作るっていうのが増えてきてるらしいんですけど、僕も材質のことはよくわかんないんですけど、なんでなんかちょっと質感がゴムとちょっと違う感じなので、これがいいかどうかはよくわからんんですけども、こんな感じになってます。なんかツイッターとかいろんなところの評判を見てると、この材質はあまり評判が良くないみたいなことも書いてるんですけどね。そしたらこれを、ボディにセットしてあげる。ギュッと青島なんですけど、ボディとの接続がピンタイプになってるのでブスッと刺してあげるだけっていう感じ。それでね他4輪とも全部つけてあげたら、あとミラーの取り付けだけになるので、ミラーの用意していきます。はい、そしたら最後の工程ですが、ミラーを取り付けていきましょう。でミラーは、こんな感じで、ホイールと一緒でグラファイトブラックですね、クレオスのグラファイトブラックで塗装したんですけど、ここのねミラーの鏡面の部分とこのメッキモールの部分、ここが別パーツになってるんですよね。なので、こっちのミラーのボディの方だけ塗ればいいような気がするんですが、実はこの鏡面の下っ側のところがミラーの方に食い込んでるんですよっていうのがあるんで、僕はもう接着した上で、マスキングしました。多分その方がね、どっちにしろここを塗らないといけない、ここ分かりにくいですけど、ここを塗らないといけないんだったら、もうまとめて塗っちゃった方が綺麗し楽だと思ったんで、もう接着してマスキングして塗装しました。で最後、セミグロスブラック、セミグロスクリアプレミアムを拭いたっていう感じで、仕上げてます。それを左右両方ともやりました。でこれをボディにつけていくんですけど、あのフェンダーミラーの車よくありがちなんですけど、ミラー接着した後磨いたりとか、掃除した時とかに、ミラーをへし折りがちなんですよね、ここにピョコッとミラーが生えるんで、この辺磨いたりとかホコリ落としたりとかしてる時とかにペキッとミラーを折ってしまいがちなんですよね。なのでがっちり接着しちゃうと、その時に塗装とか持ってかれたりとか、最悪パーツが折れたりするっていうことがあるので、ここはね、あの後々からでも取り外しができる接着剤とかを使った方がより安全だと思うので、今これを使おうと思ったんですけど、僕があんま使わないせいかカッチカチですねこれダメだちょっと待ってね、だからこっちじゃなくて GP クリアを使おうたまにはあっちを使ってみようかなと思ったんですけどダメでした。こっちも結構カチカチなんですけどね、ギュッと。この系の接着剤ってどうやったらこう保管きれいにできるんでしょうね。すぐにここ固まって蓋がねちゃんとできなくなってくるんですよね。みんなどうしてるんだろう。よいしょ。したらこれを
ちょんと。ちょっと待ってよ。この GP クリアとかはね、結構保持力が強い割に、後からでもねポロッと取れるんで、ポロッと取れるイコールもし引っ掛けたりとかした時も塗装面とかを傷めずに、さっきミラーだけがポロッと取れてくれるっていう感じになるので、こういうところに使うのには結構いいんじゃないかなとは思います。あ、落ちすぎた。まあ、ちょっと僕苦手なんですけどね、この GP クリアの扱い。ここにね、こういう形でミラーがつくので、こんな形でつけてあげたら、これで一応全ての作業が終了になります。蓋も閉まらないさらん時からね、ちゃんと管理しないとダメですね、これね。はい、そしたらこれで全ての作業が一旦終了になりますんで、全部きれいにしてあげて、撮影ブースの方で、見ていただこうと思います。はい、というわけで、青島のトヨタ 2000GT 後期型ですね、が完成いたしました。こんな感じ。はい、でまあ感想っていう話で言うと、ちょっとね、今までの青島のキットとはちょっと一線を画す、すごく組みやすいキットでした。最初制作中の動画の中でも言ってたと思うんですけれども、おそらく位置づけ的に言うと、ラクプラと普通の今までの、スケールの、間を埋めるっていうラインナップになってるのかなっていうふうに思いました。だからラクプラはね、非常に組みやすくて、手軽に組めるっていうキットなんですけども、まあサイズのことであったりとか、あとやっぱり、ディテール的にちょっと、物足りなさがおそらく何個か作ってるうちに出てくると思うんですけれども、そういう方のステップアップに非常に、最適なキットなのかなというふうに思いました。ほとんどね、塗り分けらしい塗り分けっていうのはあまりないんですよね。ヘッドライトの部分とかちょろちょろっとあったんですけど、全部ね、筆塗りでなんとかなるレベルの塗り分けしかないんですよね、このキット。なので、そういうステップアップのキットとしては非常にいいんじゃないかなというふうに思いました。やっぱりね、このガラスモール、このメッキのガラスモールが、240ZG の時もそうだったんですけど、別パーツになってるっていうのは非常に大きいと思いました。本当にね、これが別パーツになってるだけで非常に楽、塗り分けが楽っていうのもあるんですけども、組み立てが楽になるっていう部分も、あったかなと思います。まあ、どういう部分で組み立て楽になったかというと、まあ、アラが隠せるんですよね。窓枠とかってパーティングラインが出やすい部分であったりとか、まあ、ゲートがあったりとか、そういうなんでアラが出やすい部分になるんですけども、クリアパーツもね、縁に必ずゲート跡が出たりとかするんで、そういうアラが出やすい部分だったりするんですけど、そういうアラを隠せるっていうのもあって、非常に、このメッキモールっていうのは非常に良、かったなっていうふうに思います。はい。で、まあ、他のね、部分も、非常に組みやすいパーツ構成になっているので、本当割と初心者の方とかでも、サクサクっと組めるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと僕はね、今回他の制作の兼ね合いもあってちょっと時間かかっちゃいましたけども、まあ僕のいつものペースでもし
作るとしたら、やる気出せば1日で組めると思います、はい、っていうぐらい、本当組みやすいキットでした、はい、なので、こうカーモデル難しいけど難しそうやなと思ってちょっと躊躇してる方とかはですね、よかったらチャレンジしてみてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、非常におすすめなキットだと思います。最近ね、初心者の方におすすめのキットなんかないですかって言われたら、だいたいタミヤの、ロードスターとか、GR スープラとか、あの辺をおすすめするっていうことが多かったんですけども、このキットもね、そのおすすめできる、おすすめできる、何を偉そうなって思われるかもしれないですけど、おすすめできるキットの一つに入ってくるんじゃないかなというふうに思いました。はい、で、こう全体見てて、まあ、ディテールアップパーツ使ってるんですけど、正味外観でパッと分かるのってマフラーぐらいなんですよね。ディテールアップパーツを使ってるっていうのが一目でパッと分かるのって、なので、特に必須っていうわけでもないと思います。細かい部分を見ていくと、ディテールアップパーツがあるとやっぱり情報量が上がるっていう部分もあるんで、より高い完成度を求める方には、ディテールアップパーツあった方がいいと思うんですけども、別に全然ね、ディテールアップパーツがないと、格好がつかんというわけではないので、そこはね、好みで選んであげたらいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じです。はい、でまあちょっと細かい話をしていくと、結構ツイッターとかで見てて、いろんな人が言ってはるのが、このフロントの車高ですよね。フロントの車高がビヨーンと高い、まあ後ろもちょっと高いんですけど、ビヨーンと高いっていうのが、変だって言ってる方結構多いんですけど、知り合いのね、2000GT の後期、その人前期後期両方持ってはるんですけど、その人に聞いてみたら、やっぱりね、後期型はフロントが上がってるんですね、車高が。その前期型でちょっとなんかいろいろ問題があったみたいで、後期型に、マイナーチェンジした時にフロントの車高が上がったらしいんですよね。なので、前後バランス的には、これぐらいでもおかしくはないよっていう風に言ってありました。新車、全く新品の状態だったらこんぐらいの車高らしいんですよ。なんでこれぐらいでも全然おかしくはないよとは言ってはるんですが、まあその方の車両もそうなんですけど、現存する 2000GT って大体まあ多少やっぱりやれというかへたりっていうのが出てて、全体的にもうちょっと車高が低い車が多いらしいんですよね。なので、その辺気になる方は、少し車高を下げてあげるっていう風に、前後ともね、前後とも少し車高を下げてあげるっていう風にしてあげると、よりこう引き締まった感じの雰囲気になっていいんじゃないかなと思います。あの幸いね、足回りの構造的に車高下げるのはそんなに難しくないと思うので、その辺気になる方はね、ちょっと車高下げてあげるっていうのもいいんじゃないかなという風に思います。別にね、このサイドシルエットとか見てもね、地面とほぼ水平なんでね、そんなにこれが間違ってるというわけではないらしいです。はい、なので、まあ、僕は今回無改造でそのまんまストレートで組んでるんですけども、気になるっていう方は、前後ともサスペンションの部分をね少し切って、中に真鍮線とか入れて、詰めてあげるっていう風にしてあげて下げてあげてもいいのかなと思います。まあ 1.5 ミリぐらい下げればだいぶ印象は変わるんじゃないかなという風に思います。はい、でボディカラーも説明書だとね、白って書いてあるんですけど、白って書いてあるんですが、真っ白じゃないんですよね。この当時ってなんかその塗料の技術的なこともあって、真っ白って難しかったらしいんですよね。白って本当に混ざりっ気がない塗料になるので、白っていうのを作るのが難しかったみたいで、大体この当時の車の白って若干クリーム色がかってるか若干グレーがかってるかっていうのがほとんどらしいんですよね。でまあ、2000GT に関しても、白っていうイメージすごく強いんですけども、実車はややクリーム色がかった白
っていうことらしいので、まあ、僕はちょっとだけ、EX ホワイトに、純色イエローを少しだけ混ぜて、少しクリーム色っぽい色にしてみました。はい、ただこれもねやっぱりあのさっき言ったように経年劣化っていうのもあってもうどれが正解っていうのがなかなか難しい部分っていうのもあるのでまあ保管の仕方とかによってやっぱり色の変化ってあるんで、なのでまあかっこいいと思う色で塗ればいいんじゃないかなと思います。はい、なのでまあ僕は今回こういうちょっとクリーム色がかった色にしてみたっていう感じで塗装してあります。だホイールもね一緒、今回の動画の最初にも言ったんですけどホイールも本当写真を見てみるといろんな仕様がありすぎてどれが正解なんだかよく分かんないんですよ正直。なので、まあ僕はこんな感じでやりましたっていう感じで、ああだこうだ言うのはね自分のやつでやりましょうっていう感じだと思います。はい、こんな感じで、あと内装に関してはその内装組み立ての動画の時にも言ったんですけど余剰部品が出るんですよね。オプションのクーラーって言ったらいいのかな、エアコンって言ったらクーラーでしょうね、オプション後期型のみにオプション設定されてたクーラーのパーツが、パーツとしてはついてるけども、不要部品として扱われてるっていうのがあるのでこれがまあちょっと青島さんがどういう意図でやったのかっていうのがちょっとよく分かんないんですけど、まあ、今後何かしらね、バリエーションを展開するっていうのを考えてたりとかするのかもしれないですし、どういうふうに考えてはるのかちょっと分かんないんですけども、その辺はねちょっと資料とかを探しながら、まあ、今回だから僕はそれのクーラーのパーツもったいないから、クーラーのパーツ使いましたけども、そこはねこうお好みでやってあげたら、ちょっとしたワンポイントというか、まあ、ちょっとしたうんちくとして語れる部分にもなるかなと思いますんで、まあ、その辺もね、好みに応じてやってあげたらいいんじゃないかなと思います。はい、まあそんぐらいかな。あと注意点ですね、組む上での注意点っていう意味で言うと、まあさっきも言ったように普段の青島と結構設計思想が違うんですよね。なので各部のクリアランスがかなりきついです。どっちかというとちょっとタミヤ寄りな感じの、設計思考というか、かなり全部バチピタで作られてるっていう部分が多いです。青島さんのキットの場合って良くも悪くも少し余裕があるっていうのが多いんですけどもこのキットに関してはかなりバチピタで作られてるんで、塗装をちょっとね気をつけてあげないと、パーツが入らなくなるっていう可能性がかなり高い部分が多いのでその辺ちょっと注意が必要かなと思います。さっき言った窓枠にしてもそうですし、テールレンズだったりとか前後のグリル、この辺のメッキパーツを差し込むところですね。メッキパーツを差し込むところっていうのがかなりきついです。多分これ青島さんもメッキパーツにメッキをかける前の状態でクリアランス設定をしてるんだと思うんですよね。なんで、メッキパーツにメッキをかけたことでメッキパーツ自体がちょっと太ってるっていうのもある上に元々のクリアランス設定がいつもの設計よりもちょっときつめになってるっていうのもあって、最終的にかなりきつめな設定になるんで、そこはちょっと注意が必要になってくるかなと思います。でそのクリアランスが問題になってくる部分が全部メッキパーツなので、安易に削ったらいいよねっていうのも難しいんですよね。削るとそのメッキパーツをはめてもちょっと縁が見えるんで、そこに削り跡が見えちゃうとちょっとブサイクになっちゃうっていうこととかもあったりするんで、塗装をねなるべく薄くしてあげる、もしくは、ボディの受け側の方を少し削っといてあげるっ
いう風にしてあげると、組みやすくなるんじゃないかなと思います。まあ、今回僕の場合はね、サフも吹かずに、サフとか一切吹かずに、組み立てたっていうのもあるので、クリアランスに関してはギリギリいけましたけども、これサフ吹いたりとかしたり、あとクリアとかをコテコテに塗ったりとかすると、結構メッキパーツのはめ込みに苦戦するっていう方が出てくるんじゃないかなと思いますんで、その辺は注意が必要かなと思います。はい、ただまあ総じてみると非常にいいキットだったので、ぜひ、こういうクラシックカーがね好きっていう方で 2000GT が嫌いっていう方なかなかいないと思いますんでね、ぜひぜひチャレンジしてみてもらったらいいんじゃないかなと思います。まあこのね、ロングノーズショートデッキっていうんですか、言うんですけど、このフロントが長くて後ろが短いっていうこのボディスタイル、このスタイルとかはね、やっぱりこの時代ならではのデザインだと思います。最近ここまで極端なね、ロングノーズショートデッキっていうのは少なくなってるんで、まあ、安全基準とかいろいろあるんだと思うんですけど、少なくなってきてるんでね、こういうデザイン好きっていう方にはたまらないキットだと思います。だって運転席というか、まあこれ2シーターなんでね、2席しかないんですけど、ほんとシートがあるのがリアタイヤの横ですからねっていうぐらい、すっごく極端な、ロングノーズショートデッキの特徴的なスタイルをすごくリアルに表現されてるかな、再現されてるかなと思いますんで、よかったら作ってこうお家に飾るといいんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、今回の、青島 2000GT 制作これにて終了とさせていただこうと思います。あとまあちょっと、写真撮ってそちらも見ていただこうと思いますので、よろしければ最後までそちらもご覧いただけたらなと思います。ここまでねちょっとサクッと作るって言いながら、時間かかってしまって申し訳なかったんですけれども、まあ、ちょっと間に入院とかもありましたんでね、そこは、ご容赦いただけたらなと思います。はい、まあ、定期的に、こんな感じで、まあ、ビギナー向けというか、サクッと作る系の作り方の紹介とかもしていきますんで、今回参考になったよ、いい動画だったよと思っていただける方はですね、よろしければチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。